対決作サクセス実況31回目戦う選手は現中日ドラゴンズの監督与田剛と対決だ。まずは与田さんの選手時代の実績振り返っていくとこのようになってますね。あの肩幅なんでね、結構すごいイメージ持ってたんですが、ただ成績で確認すると一流どころと比較したらかなり劣りますよね。もっとすごい成績なのかなと思ったら拍子抜けでした。でパワープロでの能力はこんな感じ。157キロというね、球の速さはさすがですね。これはね、この当時その当時の日本人最速記録だったらしいですよ。ただそれ以外の部分で見ていくと、コントロールスタミナも平均並み、変化球だって特に優れてるわけでもなく、特殊能力もたったの2つのみなので、こういう球速だけのタイプ、現在のペナントではあんまいい成績残してこないと俺は予想します。まあ回してみないと分かんないですけどね。今回選手を作る際はですね、球団設定中日ドラゴンズ、あとこの対決は球速がメインテーマになると思いますので、球速強化カード1枚を持ち込んで選手を作っていこう。レッツ対決サクサクセス。ステージ11、いきなり宝箱ありますね。で初期能力はシュートボールの変化球がついてますね。まあいきなりまずはこれを取りましょう。中身やらんだ正規超人で、いやかなり低いスタートでしたからね、これは助かりますよ。で球速パネルもあれば、その他変化球パネルもありますから、まずはそれを踏んで球速を上げていこう。で選手は誰だ、俺の作った選手がいますね。ちょっと会いたいんだけどな。どうだ、こっち来るか、来い止まれ。何をくれる、牽制丸、あんま役に立たないかな、ペナントちゃん。オンで青パネル追加、オーマイガー、どうしようかな、まだまだ楽しめるはずなんで、たくさん踏んで強くしていきましょう。ステージ1からね、はい、こうやってぐるりと回って体力まで回復、オッケッケイ。で球速パネル組んで、もう球速は130キロ到達してますね。で新たな変化球はシンカーボールゲットだぜ。いやいいですね。まずは充実したステージ1を送ることができた。毎回言うとるけどね、この先が危険なんや。お次ステージ2、ガンダがいますね、これは助かる。で回復パネルとかやる気パネルもあるので、どうしようかな、まずはそっち方面行こうかな。うわー、もうなんでいきなり急な裏切られが発動されんねん。でも上がったわ、もう上がったり下がったり忙しいでしょ。統一してもらいたいわ、下がるのか上がるのかね、バラバラすぎる。ガンダこっち来い。あー危ない危ない、どこ行こうとしてた。吹っ飛ばしカード、よし、これで可憐対策はできた。で選手、お前こっち来い、そこのお前、おい、ちょっとどこ行くの、止まれって、誰だよ、藤島か。はい、スタミナ4、センキュー。で、あ、よかった、また体力回復だね。このステージもここで終わっとこうかな。あんま能力上げられなかったですけど、可憐対策カードを手に入れたのは大きなことだ。ステージ3、何がある、お、特化パネルがあるから全部球速パネルに変えてあげていくっていうのもいいですね。まあこの場合まずは変化球パネルを行こうと思ったらまた下がる。何なのこの上がって下がっての繰り返し。いやもう下がり続けるなら下がり続けて、上がり続けるなら上がり続けてほしいんですけどね。また回復、何なんでしょうかね、すごいはちゃめちゃな世界で生きてますね。どっちかに統一してもらいたいんですけど、なかなか統一してくれないね。はい、球速超人伝でこれで143キロ。まあ今のペースで行くのであれば間違いなく150はいけるよ。ただ与田さん同様、球速だけの人になってしまってはコンペナントでは成績は残しづらいから勝てないよ。その他の明確な武器、例えば変化球とかコントロール、特殊能力っていうのも球速プラスアルファでないとね、今のところこいつには何もねえな。でここはね、おっと珍しくおにぎりパネルがないですね。絶対あるんですけどね、いつもは。なんでないんだろう、まあ珍しい展開だ。でね、ね体力も言うほど余裕があるわけではないですからね。宝箱取って、選手はオグマ。はい、スタミナ4、センキュー。いやいや、慣れるやろここまで来たら。やる気下がらへんよ。いや、士気を下げるね、やめてください。球速超人ね、はい、150キロ到達。あ、おにぎりパネル下にありましたね、俺が見落としてただけだ。なのでこれ踏んでいきましょう。ここにありましたわ。はい、体力9回いく。野球マンいるんですけど、あれ位置的に遠いね、多分帰るでしょう。シャッフル踏む前に、どうだ、帰らなければ会うチャンスはあるんだけど。おえい、無地パネル青輝き始めた。で一回シャッフルで、野球マン近くに近くに、どうだ、そこに出てきて結局帰るんか。野球マンの力は借りれず。なんで邪魔者がすぐ降ってきたよ。まあ大丈夫ですね、吹っ飛ばしカードもありますから。そして位置も何よりも遠い。なのでこのステージは最後、
ゴール近辺の球速パネル踏んで、これで最速今158キロですね。単純な球速は与田さんを超えた。ただそこだけだな。もっと他に武器が必要なので、最終ステージで手に入れていきましょう。今日の運試しステージ、やる博士がいますね。あとハテナパネルでのそのイベント率っていうのもぐんと上がってますからね。運が良ければいい方向に進み、悪ければ悪い方向に進んでいく。今日の俺の運を試すにはもってこいだね。じゃあやりましょう。まずは青パネル追加ですね。うん、こういうこともありますからね。まあ博士に会おうかな。さあ博士頼むぞ。改造手術成功カードは持ってないので、運次第で成功するか失敗するかが決まるが、どっちだ今日は。よっしゃー、奇跡的な成功、ほっほー、100マイルボーラーの誕生だ。すごい年になってますねこれ。でまだ終わりじゃないよ、まだまだパネルはあって、宝箱まで残ってるんだからね。それ踏んで力つけていかないと終わりにするつもりはねえぞ。でうわ、ちょっと待って、宝箱にしろあれにしろだいぶ遠いとこに行っちゃったな。これは難しいな。で何、急速強化カードを落としてしまう。嘘、マジかよ。はい、青パネルまで消滅してしまう。いやマジでちょっと勘弁してよ。あ、宝箱出現でどこ、あそこ一回シャッフル組みましょう。でおにぎりや宝箱を取らないと。あと近くにおにぎりパネルが出てきたのはいいんですけども、7回行く。どうする、もう一回シャッフル踏もうか。宝箱と並ぶ感じでよろしく。並ぶどころか周り赤だらけっていうね。何この地獄、最悪じゃん。まあとりあえずそこの宝箱は取れるので、取って、中身は野球偉人伝で特殊能力勝ち運根性丸大強打者丸ース。ちょっと何が入れ替わるの。コントロールと守備力入れ替わって、あららら、さっきまで制球力のいい100マイルボーラーだったんですけどね、今若干濃厚気味な100マイルボーラーへと変貌したね。勘弁してくれ、なんでこのタイミングで。まあ、まだ宝箱1つ残ってるんで、それ取って、中身は急速超人伝、今シリーズ初の170キロ超え、きたー。もういいんじゃないですか、これだけの急速があれば大正義でしょう、十分です。今回の対決方法は、互いの選手を中日ドラゴンズで1回ずつ回して、単年の成績比較して勝敗決めていきます。今回はクローザー対決になりますので、より結果の部分っていうのを重視して勝敗決めていく予定なのでね。ペナントで回す際はクローザーの守護神起用で、まずは僕の作ったこの171キロピッチャーから回していきたいと思います。コントロールがあればなお良しだったんですけどね、あの入れ替わりが痛かったな。まあそれでもこの球速があって、ほんで変化球の武器もあって、これだけの青徳もありますからね、こいつが打たれる世界はおそらくコンペナントにはないと思いますので、いい成績を期待してるぞ僕の作った選手。1年のシーズン開幕、ジェイン。1年のシーズン終了です。今作初の170キロ超えのピッチャー、果たしてどんな成績残したのか気になるよね。見ていきましょう。成績オープンです。名前はないですね。規定投球回到達したのはよしみで、そのよしみが防御率 2.37 に対して9勝8敗というね、おかしなことやっとおる。なんでこんな防御率のピッチャーがこんな勝利数になるのか、こういうのを不適切って言うんじゃないの、おかしいですよね。頑張ってるピッチャーには勝たせてあげたいんですけど、まあそこはもうね、俺が操作できる部分ではないですから、この球団が持つ負のパワーが働いてこうなるんですからね。よかった、俺の投手がこんな風にならなくて。いや、もしかしたらなってるかもしれないですけどもね。まあクローザーですから勝ち星は関係ないですからね。大事なのは結果、防御率の部分です。こちら防御率順で並んでるので、よければ最初に名前を見ることになるでしょうね。果たしてどこに出てくる俺の選手は、まだかまだかまだなのか。最初に出てきたのは 3.47 の祖父江。っていうことはもう3点台以上確定ですね。なんでそうなるの。続けて笠原の 3.50、オグマの 3.61、 ロドリゲス 3.69、 僕の選手 4.06 だわーつ。171だよ。武器も明確持ってて、これだけの青徳抱えてるんだよ。それなのにもかかわらず、これいつも言ってることです。僕がクローザーに求める最低防御率は 2.5。 このラインを超えるようなやつはクソです。総じてクソです。お前とも呼ばれないクソです。
なので、まあ、いつもの俺のね、野球観で言うのであれば、この171キロ投げるピッチャーもクソです。全体の成績確認していきましょう。登板48試合で防御率が 4.06。 ありえない。投球回51イニングで3勝6敗と多くの敗北絡んでますね。もしかしたらお前が吉見の敗北ね、勝利投手の権利を消したかもしれないね。吉見が勝てないのはこいつにも原因がありそうだね。でセーブが31セーブ、ホールドポイント6で、奪三振が68個、三振率は12というね、全盛期のサファテ級、三振を取る能力だけ見るのであればね。いや、これだけ三振取れるのであればもっといい成績になってるはず。なんで悪いのかっていうと、その他の内容の部分かな。まずフォアボール13個で、四死球率 2.29 ですから、フォアボールは少ないですよ。じゃあ打たれた部分かな。打者204人に対して基本塁打6本で率が1超えてしまっている。まずここが悪い要因ですね。それでいて被安打43、被安打率は2割2分9厘、悪くねえじゃん。得点圏では被安打10本で2割7分8厘と、まあ数字は上がりますけどね、めちゃくちゃ打たれてるってわけではないですよ。対左も2割6分7ですからね。ほんでウィップは 1.10、 自責は23でフィニッシュ。いや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 、内容を見る限り4点台の人の内容じゃなくねえかと思うんすけどね。なんでこうなってんの。だからね、これはもう1年限定ということもあるので、不運な部分が絡んだんでしょうね、としか思えません。実力でなった4点台ではなくて、もう運の部分、まあ悪い方に働いたからこその4.06という、そういう数字じゃないでしょうかね。内容にほぼ欠点はないですもんね。いい部分しかないですから、なんで、今回は1回きりだからこそこの1年の成績の重要度っていうのは大きいんですけどね、その中で結果の部分で 4.06 を出してしまったらいいとは言えないし、与田さんにも勝てないぞ。せっかくの170キロ超えのピッチャーは最悪な成績を残してきましたね。で、最後に確認するのは中日ドラゴンズの順位です。このクローザーがいる中日はリーグ最下位、それも93敗してますね。これはあかん。こんなねチームがファンのその応援歌について口ってたら多分ファンゼロになるよ。いいのかい、それでいいんだね。いや、最悪な結果ということになってます。チームも個人も未来がないね。続いて対戦相手の与田剛をこれから中日でワンシーズン回してみるとどうなるのか。いやー、僕の選手がねかなり低いハードルを作っちゃったのでね、超えるだけなら非常に簡単な話じゃないですか。まあただね、171キロのピッチャーがあんな感じになるのであれば、与田さんもね157キロとリーグ平均以上の球速は投げますけども、僕以上にひどくなってもおかしくないってことですからね。まあなので、まあ果たしてこの対決どっちが勝つのか、あと与田さんが選手として監督として中日ドラゴンズをどんな順位に導くのか、そこにも注目して今からペナントを回していきましょう。1年のシーズン開幕試合、はいはい、またまた不適切な順位来ましたね。与田さんが選手として監督として頑張ったのにリーグ最下位。まあ先より勝率は高くなってるけども、まあでも圧倒的な最下位には違いはないですからね。ほんとまずは野球の部分に集中したらいかがでしょうかとアドバイスしたいんですけどね。ボロボロですね。まあクローザーができることって限られてますからね、チームをなかなか勝ち導くことは難しいでしょう。今回は個人の対決ですから、不適切な順位であるのは違いはないですけども、果たして与田さんがどういう成績を残してきたのか、そこだけに注目していきましょう。成績オープン、ダダダダダン。おお、規定投球回ゼロかい、悲しすぎるだろう。さっきは吉見がいたんだけどね、今回は誰もいない、誰も投げれてないというね、そら最下位になるわな。ひでえな。はい、これ防御率順で並んでおりますのでね、与田さんもよければ僕の選手とは違った早い段階で顔見せすることになるんじゃないか。うわー、いきなり来たー。防御率 1.88、 すんごいもん叩き出してきたね。これはやばいぞ、これは圧倒的な差が出たぞ。一通り確認していきましょう。登板52試合に対しての防御率は 1.88、 52イニングを投げての3勝2敗とたったの2敗にしか絡んでない。これは素晴らしいことですね。
で34セーブを達成している。ホールドポイント10個ですね。で奪三振42個で三振率 7.18、 フォアボール17個、デッドボール3つで四死球率 3.42、 打者221人に対して被本塁打5本、率は 0.85、 被安打43で被安打率2割1分8、得点圏では1割1分5厘で対左1割9分3、 WHIP 1.15 での自責11でフィニッシュということになりました。現実世界のキャリアハイよりも優れた成績をコロペラントでまさか残してくるとはね、素晴らしいですよ。この選手が応援歌についてお前は不適切だというのであれば、どうでしょうかね、ファンの方は改めるんじゃない。まあいつが言ってるのであればね、あいつがより良いパフォーマンスをしてくれるのであれば、まあじゃあ直してみようと、他のやり方でやってみようと納得してくれるファンの方がたくさんいると思いますけども、まあね、まあ実際は選手の実績もねこんなすごくなくて、その上監督としての結果も残してなくて、チームも現在弱いでしょう。だから今ね問題になって話題になって、ワイドショーとかでもぶったたかれてるんだけどね。でもこれがいるのであれば、もう先ほど見た通り誰も文句は言わない素晴らしい成績残してきました。これは予想外だった。出る成績が真逆じゃない。俺がこれで与田があっちでしょ、なんでこうなったの。これをリーグ全体の数字で確認していきましょうかね。セーブ数は36個でクックの方が上なので、タイトルこそは取れてないですけども、セーブ数20個以上を対象とした防御率は石山よりもいい 1.88 ですからね。まあ内容の部分で見てもいいんじゃないですか。うん、内容も優れてますからね。結果だけじゃなくて、まあ打たれる率っていうのも断然に低いですからね。出るべくして出した成績と言っておきましょうかね。ほんとこんな選手がいるのであれば、もっと中日が強く勝ったら良かったんですけどもね、まあ、残念ながらもう一度確認するとリーグ最下位、当たり前のように最下位、もう定位置やね、上見ることないもんね。まず中日をペナントで回すとき、まず下見て、あいつもいるわって感じで確認しますから、今回も2回続けてそうでしたね。上見ることなく下に注目して見たら、そこに名前があったといった感じで、うん、まあまあ今回は本当個人の部分に注目した対決なのでね、そこの部分では大きな差がもうすでに出ているかもしれませんね。これで両選手のペナントは終了ということになりました。両選手の成績比較していくとこのようになってますね。僕的には一目見た瞬間もう対決の答えというのは決まってますよ。戦いの前に言った通り、クローザー特に1年限定ともなればより結果の部分が求められるんですよね。その結果防御率の部分で 1.88 と 4.06、 あと敗北の回数も6敗と2敗、ここの違いがあんまりにも大きすぎますね。もう対決の勝敗はついてるようなもんですから、結果発表といきましょう。シリーズ通算11敗目を喫することになり、まさかの大敗ですね。あの選手を作った時は正直この対決はもらったと口角を上げにやりとしたんですけどね。ただ出た成績がこれ、まあ1年限定だからこそね、出る成績のばらつきっていうのはひどいですから、今回は運の部分に見放されて極端に悪い方面が出てしまって負けた、そう言っておきましょうかね。まあ負けちゃった以上はリベンジの機会は作っていきたいと思いますのでね。そして今回戦ったのはプロ野球の監督の与田監督、他にも11球団別の監督がいるわけですから、今後はそういう選手との対決も控えておりますし、まあまたね現在応援歌問題っていうのもね、ワイドショーで取り上げられて一般の方にもね知られ始めて、ちょっとプロ野球のそのなんていうのかなイメージっていうのも悪くなっていってるように僕は思えるんだよね。だから問題はより良い方向に解決して円満に終わってくれればいいんですけど、どうなるのか、まあ今後はねプロ野球全体もそうですが、この応援歌についても注目して観戦してみてはいかがでしょうか。次回また別の選手との対決予定しております。お楽しみに。グググググ、バイ、またおう。